自分の年収を決めるっていう企画になっております。私がいただきたい年収はこちらです。年収も高くならないです。年収って業界と職種で決まるんで、年収が高い会社に入れば高い年収がもらえます。年収はどうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は新しい企画なんですけども、自分の年収を決めるっていう企画になっております。ゲストに来ていただいております、富山根さんと南さんです。よろしくお願いします。よいしょ。お金欲しい。よいしょ。2兆円欲しい。資本主義。自己紹介の方をお一人ずつお願いします。南と申します。世界最速で日経新聞を解説する男という名前で各 SNS やっておりますので、概要欄からぜひフォローお願いします。はい、トヨマネです、サントリーで会社員やっております。で、副業でパーポ芸人やってます。ツイッターフォローしてください。で、今回はですね、実際新卒採用で自分の年収を決めるとか、企業が採用する上で値段をつけると思うんですけど、値段をつけられる側だと思うんですよね。学生って自分の値段がいくらなのかとか、市場価値がどれぐらいなのかっていう視点を持ってもらうきっかけになれたらなと思ってこの動画を撮ってます。ただ、その人はいくらですとかって明確な基準はないし、今回の動画とかもあくまでフィクションとして見ていただけたらなと思っております。ということでですね、今日を自分の年収をプレゼンしていただく就活生はこちらの方です。筑波大学修士1年生の松原咲と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもやらせていただいている特技を披露しようと思います。いや、今日めっちゃ年収決められるから緊張するけど頑張ろうね。そうだね、ちゃんと白黒しっかりつけようね。おー、牛だけ。ありがとうございます。流れとしては、最初に松村さんの方からいくら欲しいです、私はこの値段の年収ですっていうのを、入社1年目の値段と3年後にこれぐらいになっていたいですっていうようなプレゼンをしていただきます。で、それに対して豊丸さんと南さんから質問であったりとかヒアリングをしていただきますっていう形で、最終的に年収を決められたらなと思ってます。まず松村さんの1年目の年収と3年目の年収をフリップに書いていただきました。発表お願いします。はい、私がいただきたい年収はこちらです。1年目に500万円、3年目に700万円いただきたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お二人の立場としては、架空の大手コンサルティング会社の社長と副社長っていう形で、大手コンサルティング企業福田株式会社人事部新卒採用の責任者兼社長の南と申します。よろしくお願いします。大手コンサルティング会社福田コンサルティングの責任者兼副社長の豊丸です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで PR をお願いします。はい、私が PR したい点は4つあります。まず1つ目が英語力です。英語力は TOEIC は870点でそこまで高くはないんですけれども、日常から英語を活用してコミュニケーションをとっているので、ビジネスレベルでの英語には自信があります。クライアントさんが海外の場合はぜひ任せていただきたいなと思っております。2つ目はライティングでして、企業さんから学生アンバサダーとして任命していただいて、営業に関するイベントのレポートを書いたりなど執筆経験がございます。3つ目に関しては企画と実行力です。今旬ダイアリーでインターンをしておりまして、最近の企画も4つか5つぐらい、ゼロから企画を立案をして実行して、再生回数もやや高く3万再生回数を取ることができました。このような企画力と実際に撮影まで持っていく実行力っていうところを武器にしております。で、最後4つ目に関しては雰囲気作りです。先ほどパペットマペットで自己紹介をさせていただいたように、初対面でも自分をさらけ出したりとか、ちょっと恥ずかしいじゃないと思われるようなことをすることもあまり抵抗がないです。これら4つの力を生かしてこれぐらいの年収を稼ぎたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで、お二人の方から質問とかがあったら、じゃあ質問いいですか。はい、実際に金を稼いだ経験があれば、大小問わず金額も含めて教えてください。雇われた経験しかないですね。問われた経験の中で、じゃあ一番バリューを発揮したと思うことは、はい、バリューは旬ダイアリーだと信じたいんです。再生数の話ですか。先ほど3万って言いましたけど、そうですね、3万が何本、座談会2つとグループディスカッション以上です。動画は概要欄からご覧くださいませ。で、その3万再生がざっくり概算でいいんですけど、いくら分の金額インパクトがあると思いました。そうですね、テルミスイテですね。それを見てチャンネル登録者数が増えていると仮定して、はい、30万かけた時間とかどうですか。キャスティングと企画書作成と当日の撮影立ち会いと動画の整理合わせて30時間ぐらいですかね。1時間1万円の価値を埋めるってことですね。あ、ちなみにその1時間1万円の価値を生んだのは、めちゃめちゃたまたまなのか安定して生み出せるのか教えたいんですけど、うん、
自分ではどう思います？そうですね、自分が手動で出してかつ3万ぐらい再生いってるのが3本だけっていうのでデータとしては少なすぎるかなって思うので続けます。ってことは今一発100中で1時間1万価値を見出せてるってことですね。他の企画で人事にぶっちゃけ質問企画っていうのがあるんですけど、それは2万回行ってないので 100% で出せるかと言われると厳しいかもしれないです。まあ、野球もそうじゃん、打率じゃん、イチローも全部ヒット打てるわけじゃなくて3割打ったらもうスーパースターなわけなんで、うん、ワークライフバランスはどのくらい気にされてます？月どのくらい残業するつもりですか？平日9時ぐらいまで働くことにはあまり抵抗がないので5時までだとしても、まあ、1日4時間残業で、まあ、土日どちらか働く、まあ、でも今だけだからまた3年後5年後に価値観変わってるから、うん、30歳前後で出産をしたいなと思っていて、それまではがっつり働きたいので、まあ、5年弱ぐらいはそのバランス、ワークライフバランスでもいいかなと思ってます。ちなみにさっき言った30時間かけて30万円の価値を生んだっていうのは、はい、自分的にはどう思ってます？自己分析してお金でどれぐらいの価値を生み出してるかっていうところまで視点が自分は行ってなかったなと思っていて、コンテンツを作る段階で本当に就活生に必要なんだろうかっていう視点だけを持っていたので、その先で自分がどういう価値を生み出してそれがどうこう旬ダイアリーの成長につながってるのかっていう視点は出てしまってました。ちなみに福田コンサルティング の平均年収はいくらぐらいなんですか？30歳で600万です。それがなんかでも話変わってくると思うんですよ。30歳で600万、3700万は相当あれですよね。活躍してる若手でもそれぐらい言ってます。こういうスキル持ってるとかこういう考え方がある人だったら年収つけやすいっていうのはありますか？それをいわゆる学知化で知りたくて、学知化でこういう目標があって、その目標に向けてはこういう課題があって、その課題を要素分解をして一番肝となる問題点に対してこういう改善策を2点3点打ちましたっていう、そこの地頭力の良さ。今の南さんが言ったような学知化って他にあったりしますか？大学在学時代にソフトテニス部の主将をしてまして、女子が10人ぐらいの少数の部活だったんですけど、もともと男子と一緒に練習をしていて、特に自分がメニューを考えたりとか具体的なリーグで何位とかっていう目標を立てずになんとなく受け身でやってるチームだったので、それに対して私は問題があると思っていて、結果を出す前に自分たちが何のためにやってるのとかどこを目指してるのかっていうのをはっきりさせられるような仕組み作りをするっていうことを考えました。で、具体的にはまず男子と女子の練習を別にして、女子にとって必要な練習は何かっていうのをみんなで考え直すっていうところから、練習体制を変えるっていうのと練習メニューを作り直すっていう2つの施策をしました。ちなみにこう、はい、それは具体的に何を変えて実際にこう何がこう成果として変わったんですか？人数が少ない分個人の課題に対してアプローチできる練習を増やそうっていうことをしました。でそれによってまあ個人のレベルアップがしたのももちろんなんですけど、メンバー一人一人が自分が持ってる悩みとかチームをこうしていきたいっていう話し合いを練習の最初と最後とか、あと別の練習じゃない時に設けることによって、みんなで一緒に同じところを目指すってい こう意識を持てるようにしました。結果的に降格ギリギリだった成績が3位に入賞することができました。学術的な練習を個人の練習にするっていうのは具体的に どういうイメージなんですかね？練習の前に自分が今日を意識することとか、今自分が課題に感じている自分の弱点みたいなものを共有してもらって、でそれに対してその日のメニューを考える。弱点ってのは例えばなんですか？サーブの入る確率が低いってい こう課題があったら、じゃあサーブ練習をいつも5分でこう流れでやってるものを30分撮って、一人が見ながらアドバイスをするとか、動画を撮って自分でその自分の打つ様子を見てもらうっていうことを時間をかけてやるっていうのが具体例です。若干なんか方法論の話が多いなと思って、うん、具体的に これがこうだからこれこう変えたっていう話を聞きたいなと個人的に思うんですけど、うん、やり方とか変え方の話が多くて、うん、何が問題で何を変えた結果どうなったんだっけっていう話の捉えどころがなんかあんまないなっていう、で急に順位の話が出てきて、そこと本当に繋がってるのかっていう感じがするなっていう感触がします。就活で数字を出せみたいな、うん、こうイメージがあるからこそ3位っていうのを無理やり出してるんですけど、うん、自分としては話の本質はそこではなくて、うん、自分の目標は一人一人がその部活に対して主体的に指揮を持てるチームを作りたかったっていうのがゴールだった。根本的にそれ何個中何位なんですか？リーグ自体は6大学あります。で改善前は 何位だったの？6個5位ですね。それを最初に言わないからめちゃくちゃ分かりづらい。あーなるほど。なのに最後に3位って言われても分かんない。そうですね、うん、はい。その指揮っていう抽象的な言葉からスタートしてくるのが悪いんであって、うん、ライバル校でいいじゃん。独協大学に勝つってもう子供を目標しましたって言えばいいじゃん、うん、結果勝ったんでしょ。めっちゃ分かりづらいじゃん。指揮を
上げたいから士気を上げたっていうことをもっとシンプルに説明した方がいいよ。でその結果ブロックルーム勝てたで俺はいいんじゃないかな。なるほど。っていうので目標を立てるのが下手だなとかガツガツしないなっていうところで言うと年収も高くならないよ。はい、ということで PR タイムが終わったということで一旦松原さんには退出していただこうと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様です。お疲れ様でした。所感としてどう思いました？さすが旬大学でインターンしてるだけあって企業からしたら魅力的な人なんじゃないかなって感じはすごいしますけど。どこら辺がそう思いました？ お金としては雇われ仕事しかしたことないって言いましたけどまだ仕組みが全くないところで、そこそこの企画の組み立てのところからそのやっぱ仕組みを作るってすごい稀有な体験だと思うのでそれにこう自分が飛び込んでいろいろ試行錯誤しているっていうのは会社に入っていろいろ仕事するでも生きるんじゃないかなっていう気はすごいします。宮根さんどうですか？良かった点はまず度胸があるところ、落ち着いてますよね。だからこういう場数をいっぱい踏んでるんだなと、で場数を踏むことに抵抗がないってことは将来の伸びしろを意味するわけですよ。そういうその度胸とかで伸びしろっていうのは感じることができました。悪い点は目標が低い、あんまガツガツしてないってところ、そこがすごく不安で、入社してからも自らの意思で高い目標を立ててその目標に向けて挑戦していくっていうその自主性みたいなところが怖いなって思いました。ありがとうございます。ということでお二人には年収を書いていただいてこちらの封筒に入れていただけたらなと思います。ということでお疲れ様です。ありがとうございました。どうでしたか感想としては？なんかガクチカでこれまで話してたこうやってきたことがなんかいかにちっぽけだったかっていうことと実際に年収ってどうやって自分で勝ち続けるんだろうっていうのが全然わからないし不安になりました。自信はないです。でも受け入れます。ありがとうございます。年収の発表なんですけどもまず僕見てもいいですか？見させていただきます。おお、どっち？それ。おお、ありがとうございます。はい、ということで宮部さんの方から松原さんの年収を発表をお願いします。それでは年収を発表させていただきます。年収はいきます。はい。1年目300万円、うん、3年目450万円、7年目600万円、以上です。ありがとうございます。いや、なんか覚悟はしてたんですけどめちゃめちゃ悔しいなと思います。なるほど。悔しいっていうのは7年経ったら30は超えていて、その年収だったら子供2人とかも自分だけでは養えないなというか。ということでですね、お二人の方からなぜ今の年収なのかっていうところ、大前提としてですね、別に松原さんがどうって話じゃないんですよ。福田コンサルティングの平均年収が600万円ならその数字になってます。福田コンサルティングの平均年収が1200万円ならその倍です。年収って業界と職種で決まるんで、年収が高い会社に入れば高い年収がもらえます。そうです。要は誰かというよりかはどこにいるかの方が死ぬほど重要で、儲かってる企業、利益が出てる企業、ちゃんと誠実なことをして全てが仕組み化されている企業であれば、ダメな人でも年収って上がっちゃうんですね。僕もいろんな企業を見てきましたけれども、大手企業で例えば40歳で年収1500万いってます。だけど不真面目で誠実さのかけらもなく資料作成もできなくてアル中みたいな人も見てきました。だからアル中でも1500万っているんですね。逆に言うとめちゃめちゃ誠実で頭も良くて努力もできてっていう人が年収400万500万程度っていうのを見てきました。人っていうかそもそもどこに所属するかっていうのが死ぬほど重要です。なので深く気にしすぎなくていいと思います。その上でなぜ金額だったっていうところ、大体13年目から15年目ぐらいでそのくらい高くなる、うん、っていう意味で7年まで600万円っていうふうにしているので、あ、むしろ高く評価します。むしろ、なんで上げてくださった？さっき僕が言ったのが中でもヒントがあって、はい、どこにいるかっていうところが重要ですと、うん、なんだと思う？今旬ダイアリーという場所を選んでる。違います。全く関係ありません。英語力。おお、理解が早い。さすがです。なるほど。日本という場所にとらわれずに世界に飛び出してる。おお、100点。日本ってやっぱり良くも悪くも貧乏なんですよね。逆に言うと英語圏
まあ、アメリカもしかり、まあ、ロンドンもしかり、ヨーロッパのいろんな国もしかり、あ、日本と比べちゃうと収入も物価も全部2倍以上あるんですね。なんでそもそも英語を使うような外資系企業に属してしまえば収入って2倍にすると簡単なんですよ。なんで、まあ、逆に言うと英語ができるクライアントはめちゃめちゃ金持ってるっていうことに至るので、福田コンサルティングに入ってからも英語クライアント外資系企業に今なくても開拓できたりとかっていうので、英語できるっていうのはめちゃくちゃ強みなんです。っていうので金持ってるクライアントを捕まえてくることもできそうだなっていう意味で上乗せしてます。ありがとうございます、はい。じゃあもっとこうしたらいいみたいなポイントがあったら、あの下唇が動いてるんで、あの腹話術の時に、あ、そうですね得意技というには早すぎる気づきました。そういうところに現れてるってことですね。あ、確かに爪の甘さか気づくのが早い。じゃあ最後にですね、松原さんから感想の方をいただいてもよろしいでしょうか。今日その質問されて初めて気づいたのは、自分がお金としてどれぐらいの価値を発揮できる人間なのかっていうのを考えたことがない。どれぐらい稼ぎたいとか言われた時になんとなく700万とか1000万とかって言ってたんですけど、そこまでにどれぐらい努力しなきゃいけないのかとか分からずに言ってるなっていうことを痛感しました。ありがとうございます。お二人の話で何をするかよりもどこに身を置くかっていうのは結構パンチラインだなと思ってて、多分働く上で現実的に大切な要素の一つだなと思ったので、今見てる就活生の方や、まあ、大学1、2年生の方もスキルも大事だけど、どこに行くかとか環境みたいなところも就職活動において大切にしていただきたいなというふうに思います。出演者の方々の SNS 各種リンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。フォローしてサウヨー皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。